日本東京都狛江市、西の川西の川は東京都狛江市の地名。現行行政地名は西の川一丁目から西の川指定目。郵便番号は201-0001。狛江市の北部に位置する。東から時計回りに東の川、泉本町、調布市国領町、菊の台、西津通寺が丘、および入間町に隣接する。 町内は主に住宅地として利用され、北には野川が流れている。住宅地の地下は、二千十五年一月一日の工事地下によれば、西野川2から二十二から十四の地点で二十八万六千円、平方メートルとなっている。西野川は九百七十七年住居、表示施行前は、里市東及び、小足立の一部であり、この地区は、この二大技を総称して、 昇格とも呼ばれていたが、この2大技は、東西の2地区に分かれ、飛び地が互いに交差して位置するという複雑な地理状況となっており、長らく不便な状態であった。住居表示実施を機に、地名整理を実施し、都道武蔵の狛江線を境として佐都市東、小足立の内松原通りの西側である上、小足立と上角東の地域が西の側と命名された。合わせて、 松原通りの東側は東の川となった。野川はこの地域の北側を抜けていて、調布市との境でもある河川、野川に由来する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。